パパとママへ。私は私はもう3人の子供の父親です。自営業なので収入が減るときはイライラが募りました。そんなとき仕事場に来た子供たちに大切な仕事の邪魔をするなと強く叱ってしまったのです。あなたたちからされて嫌だったことを私は自分の子供にしている。その技術に気づいた時、私は自己嫌悪になりました。愛する子供たちに同じ苦しみを与えたくない。収入不安から来るイライラは子供のせいではないのです。パパへ、あなたは短期で常にイライラしていましたね。私は子供の頃からあなたの顔色を常に伺う毎日、あなたとの思い出の中で楽しかったことはありません。ママへ、私はあなたの顔色も気にして生きてきたので、自分が本当は何が好きで何がしたいのかわからなくなりました。誕生日に友達を呼ぶと、あんな子は連れてきてはいけないと言って友達を返しました。テレビゲームが流行すると、私が死んでもいいならやってもいいよと言われ、全然楽しめません。小学5年になると無理やり勉強をさせられました。テストは90点以上でないと、あなたは私を正座させ、お前なんか信じまないと言いましたね。パパへ、初めてあなたに殴られたのは、小学5年のサッカーの試合のハーフタイム。試合に負けていると、キャプテンの私は選手全員の前で、あなたにお前の責任だと頭を殴られました。あなたが期待するプレーができないと、顔を平手でぶたれました。私は失敗が怖くなり、プレーがぎこちなくなって、また怒られる繰り返し。小6からは家庭教師による週1回の勉強が始まりましたね。中学受験をするつもりなんてなかったのに、暴力を振るうあなたに逆らえず、私はいやいや勉強しました。受験は不合格。ママからは本当に何もできないための人間だね。お金が無駄になったと言われ、私は本当に大きな傷になりました。パパへ、中学生になるとテストの点が悪い私を罵倒し、食器を投げつけることが増えましたね。しかもテレビを見ている私の隣にあなたは座り、私の肩を抱き、腰に手を回し、いい足をしてきたと足を触り、立派になってきたと股間を触ってきました。お風呂上がりには下の毛は生えてきたのか、ほら見せてみろと言うので、私はあなたと一緒にいることが気持ち悪さを感じるようになりました。ママへ、中1の頃から私がテストがあるたびに気持ち悪くなりました。学校を休みたいと伝えると、何が何でも行きなさいと休ませてもらえません。中2からは塾に通わされ、テレビは遊びも禁止。私が遊びに行くと、あなたのせいで調子が悪くなったとご飯を作らず寝込みましたね。それで遊びに行くと、あなたは私がこんなに頑張ってるのにと言い、祖母の家に家出する始末。私が泣きながら謝って迎えに行くと、あなたは機嫌を直す。そんなことを何度も繰り返しました。パパへ、あなたはお姉ちゃんと同じ学校に行けと
決めつけたので、私は行きたい、自分が行きたい学校を悩むことすらできず、スポーツ推薦で受験をしました。その結果、あなたの希望通りの普通科には入れなかった私に、ママは、もう私の人生は終わりだ。周りの人たちに何て言えばいいの?とため息をついてました。高校でサッカー部に入部すると、パパ、あなたの口添えで顧問から目をつけられ、やめちまえ、いるだけで邪魔、と言われました。それでも私は、あなたに、喜んでもらいたくて頑張りましたが、試合には出場できません。あなたはなんで出らんないの?もうやめたら?と言いましたね。私は次第に朝起きることが難しくなり、学校に行きたくなりました。私は勉強やサッカーにも身が入らず、何もやっても面白くなく、早く死にたいと思うようになりました。高3になると、あなたはこれからどうするの?と聞いてきました。私が何も答えらずにいると、あなたは私の入学先をあなたが卒業した歯科技講師の専門学校と勝手に決めました。合格はしましたが、授業の始まる前からあなたに歯科技工の勉強をさせられましたね。私にできないことがあると、あなたはお前はダメだ、向いてないんじゃないの?と言い、学校では担任から、お前は親父よりダメだ、と宿題を出され、それができずにいると、あなたはこっちに迷惑がかかる、とため息をつきながら、早くやめろよ、と言い続けました。卒業前に残り半年という頃、友達が病死しました。それをきっかけに、早く死にたいという気持ちが溢れ出し、3年生の夏休みが明けてから学校に行くことができず、お金も行くとこもなく、実家へ帰りました。するとあなたは毎日のように、お金が無駄だった、卒業ぐらいしろよと言いました。一度は実家を出て就職しましたが、私は歯科技工士になるべく資格取得のために学校に通いながらあなたと働くようになりました。あなたの望むようにできないと従業員の前で、お前は使えない、邪魔、向いてないと言われ、資格を取得しても、とろい、早く調べろと3年以上も言われ続け、怯えながら仕事する毎日、私は結婚し子供を授かると、あなたは仕事場と家は一緒がいい、節約のために二世代住宅だと言い、私たち夫婦が反対する声も聞かず、家を売却して頭金にする契約を進めましたね。でも家は売却できず、頭金も入らないので、借金が2000万以上も多くかかることに、私はあなたと共同名義の借金契約書にサインさせられ、私と妻との間で言い合いが始まりました。妻はあんな契約しなければよかった。こんな生活続けられないと言い、私たちは子供の前でも怒鳴り合うようになっていました。ママへ、二世代同居の生活が始まると、あなたは、この家いらなかった。と言い、2階に住む私の妻子に、足音がうるさいと言い、妻のママ友が遊びに来ると、働かずもど、食うべからずと罵るします。そんなことが続いたので、妻は実家に帰ることが増え、私はあなたたちと妻との間で苦しい思いをさせられました。なのにあなたは私たち家族が休みに出かけると、早く帰ってきて仕事しろと連絡をよこし、子供と近所の公園に出かけると、遊んでる場合じゃないと口を出してきましたね。私は妻からどっちの味方につくのと言われるようになりました。やがて妻は体調を壊し、大きな自動車事故を起こしました。この生活を続けては危険。私は妻子を妻の実家に引っ越しさせ、後から行く約束をし、別居生活を始めました。たまに妻や子供たちが遊びに来ると、パパ、ママ、あなた方は来るな。勝手に出てったくせに、と言い。妻や子供たちに挨拶せず避けましたね。そんな態度に傷ついた妻や子供たちは来ることができなくなり、私はさらに疎遠になってしまいました。パパとママへ。あなた方は私から子供たちと一緒に過ごす時間を奪い、子供たちの成長を感じられる大切な思い出も奪ったのです。
私は今もあなた方の気配や足音を感じると殺されるのではないかと怯えています。あなた方と食事をしてもご飯の味が分からず、早くその場から逃げることばかり考えています。あなた方に育てられた私は歪んでしまいました。あなた方には早く死んでほしい。私は私の人生を取り戻したいのです。